本動画には残酷なシーンが含まれているから、子供は見てはいけない。あと下手くそプレイだから、短期なら、イライラするからよしといた方がいいぜ。皆さんこんにちは、サケスキーです。俺はマシューだ、よろしくな。今回もスナイパーエリート4をやっていきます。よろしくね。さて、前回ヤブをつついてヘビが出て、ちょっと難儀しつつも制圧した橋周辺。今回は橋を渡り、残りの部分を制圧していきます。ヤブラ周辺も前回だいぶ制圧したから、残敵はそんなにいないはずだけど。Villa. いきなりかい。残念だったな。しかも一人だけじゃないようだな。ミニマップによると4人だな。そっか。ビビってミニマップ見てなかった。葉っぱが邪魔でよくわからん。出直しても狙撃は難しそうだな。ここは強行策だ。の、割に持ってるが。無謀と強行は違うのだよ。ちょうど櫓の足の向こうにいるのかな。よし、他はどこだ？トラックの手前に一人いるようだが、土のうで隠れて見えん。Pass auf deinen Rücken auf! Augen auf!出てこんな。なんかおめえの悪い癖が出そうだな。なんでわかった？おめえ、計画は慎重だけど、実戦となったらすぐ突撃するじゃん。現場においては臨機応変だ。奇跡的に一発で決めれた。やっぱ無理があったか。サブマシンガンにすりゃいいだろうに。まあ、拳銃チャレンジってことで。消音してても仕留めないと意味ないぜ。結局手榴弾かよ。相手一人じゃちょっともったいないけどね。
こい、制圧完了。手榴弾全部使っちまったな。まあまた頂戴すればいいよ。頂戴できない。手榴弾で吹っ飛ばすとたまによく頂戴できなくなるんだよね。稀なのか頻回なのかどっちなんだ。手榴弾ゲット。 Think I've grabbed all I can。 何も取れんな。ってことはフル装備ってことだろ。か、弾しか持ってないかだね。お、Sマインゲット。やっと櫓周辺を制圧した。したら召喚感謝に踏み込みますかね。遺言状か。よし、シュミットの文章ゲット。これで本当の意味で第一目標クリアだね。あとは？左官2人とカメラ2台。カメラはこの近くに1台ある。何してんだ。いや、なかなか蹴るってのが出なくって。出た。今から思えば撃っちまった方が早かったな。弾を蹴散りすぎなんだよ。ああ、貧乏性が憎い。こいつは目障りだからタブを外しとこう。ショットガンの弾か。ショットガン使わないからいらないんだよね。なんで使わねえんだ。威力はあるけど距離がね。敵が一人や二人ならいいけど。金庫破りします。強盗殺人、放火、窃盗、もう死刑だな。いやいやいや、これは任務ですし。私利私欲で街中で車盗んだりするより。おいやめろ。 Think I've grabbed all I can。 ほぼフル装備。ご苦労なこった。さて、ここから狙撃できる敵はいるかな。いないか。
したら村まで前進しますか。敵の視界に入ったみたいだ。あの白い建物のところか。間に合わんかったか。あれで発見されてないのか。動きを止めてしゃがんだからね。Ich hab da doch was gehört。また物理かと思った。まあ今度は発見されただろうからね。No more to find here.証拠の文書も回収。この辺りはあらかじめ制圧しただけあって楽だな。村人が。この状況じゃおめえがやったと思われても仕方ないな。いやいやいや、わしじゃないから。ほい、ということで、召喚官社と村を制圧しました。で、どう進むんだ？このままなんかしてもいいんだけどちょっと寄り道する。本当はここに副目標があるんだけど、前回思わず近接戦をしたところでクリアしちゃったみたいで、これから寄っても何にもないかもしれないけど、一応確認しとく。おげ。本当はここに兵が溜まってたはずなんだけど、前回の近接戦で出動しちゃったみたいだね。ここは暗くてやりにくいから、そういう意味では楽になったが。ま、前半の苦労が報われたってとこか。まあね。小銃用の消音弾もゲットできてるから、飛行機待ちしなくて済むな。いるね。ここはトンネルだから、上にいるんだか下にいるんだかわかんないんだよね。ごめん。また物理かよ。視点が右後方からだから、右手に壁があると狙えないんだよ。さて、どうしたものか。
こにも鷹の石像だね。それ、鷹じゃなくってワシじゃねえのか。ワシ？やかましいわ。そう言われればそうかな。塀と塀の間が広いな。通常弾では気づかれるね。ここは迷わず消音弾で行こう。それぐらいピストルでやれよ。さっきの失敗の例もあるから。いた、3人目の将校だね。間に合わんかったか。気づかれてるか。誘爆作戦でもいいが。やったな。うん。あの上のは無理かな。消音弾は貴重品だから、忘れずに通常弾に変えとこう。ほんと貧乏くせえな。この節約が次に生きるのですよ。ほい、村から南の海岸まで移動してきました。残り一箇所ってとこか。あとは総統選だが、気を緩めずに行くよ。おげ。もうここで石像行っとこ。あ、気づかれちゃった。消音弾のままにしとけよかったろうに。もっけの幸い。こっちはどうか。まあ、ラッキーだったかな。今のやつはそもそも気づいてなかったんじゃないか？みたいだね。うん、ここから見えない敵が気づいてるな。まあいいや、前進しよう。ほっといていいのか。もうほとんどのところは制圧してるから、背後からいきなり現れるってのはないっしょ。
どうした？あ、ファンヒーターの連続運転警告が出て。えらいメタな話だな。あ、行き過ぎちゃった。ここから狙撃する。で、三つ目の石像はここの上にある。音、大丈夫なのか？騒音下だから大丈夫。三つ目のカメラだね。あれを狙撃しておびき寄せてもいいか？さて、あれか。だ。I'll best to deal with this one. Gib mir Deckung. Ich lade nach. やったな。一気に片下。ご苦労さん。あれは多分狙撃できんな。接近するか。
これでしまいか？あとは離脱ポイントまでに何人かいる程度かな。焚き火に足突っ込んじゃった。間抜けだな。認めざるを得んな。あれ？カメラ壊れてる。いつ撃ったっけ？まあいいや。スマッキュスター seems to be key to all this。Plot thickens. だいぶ文書も集めたみたいだな。うん。だけど全部を集めるには時間がかかるから、道すがら取れるのだけ取ってくよ。ああ。ということで、任務は完了。あとは北の橋の下の入り江か、南の海岸の港から離脱するだね。どっちに行くんだ？地図の南西方面は確認してないから、残敵を掃討しつつ南の港に向かう。おげ。うん、いるね。もう弾いらないんじゃねえのか？文書があるかもしれないから。Nothing else。これは二つ目の和紙があった塔だね。ああ。あの塔の真下が南の港だ。ここからまっすぐは降りれないか。行けるけどあえて遠回りする。この下にいるんだろうけど。近くになってて見えないね。やっぱ無理か。もう一人いたか。だな。
出てきそうにないな。先に進むか。何もなかった。お、文書発見。家族への手紙ね。この辺りのは前回北の塔から狙撃したやつだね。That's all. うん、いるね。今のは随分雑だったな。騒音を生かそうと思って焦っちゃった。発見されたか。そりゃそうだろ。また手榴弾に当たったみたいだね。しかしこれ以上近い時は要注意だな。うん、自分も巻き添え食らうからね。これでこの辺りは制圧できたかな。 Guess I grabbed everything useful. うん、これは F-NAV かな。なんだそりゃ。少量生産されたイタリアのサブマシンガンだよ。装弾数は20発で、発射速度は遅いんだけど、一発あたりの威力はある。わし、これ好きなんだよね。だったね。サブマシンガン使うかわかんないけど、ちょっと思考を変えてみよう。しかしおめえ大丈夫なんか。発射速度が速くて装弾数が多い方がばらまけるんじゃねえのか。発射速度が速いと次第に銃口が上に跳ねるから、ばらまいても結局当たんないんだよ。発射速度が遅い分当てやすいから。結果的にそんなに弾使わなくて済む。そんなもんかね。あ、このトンネルの先は一番最初に制圧したところね。ここに繋がってたのか。ここまで進みました。あとは南の塔を制圧して、離脱するだね。おげ。
いた。えらい外したな。ちょっと焦っちゃった。お、文書だ。家族への手紙か。遺言状はなし。今どれぐらい集めたかわかんないのか。確かエスケープで一時停止したらわかったと思うけど。まあ、今回文書のコンプリートが目的じゃないから。そうか。うん、やっぱ確認しとくか。何もなかったか。南の塔は制圧完了だね。しかしなんだな。前半頑張りすぎて後半は随分暇だな。確かに。それは地形とかにもよるかな。マップによってこんなにいつもポンポン狙撃できるわけじゃないからね。だろうな。もう敵はいなさそうだな。F ナブの出番はなさそうだ。なんだよ。ほい、ゴールに到着。建物の中を捜索して終わりかな。遺言状持ってたか。なんもなかった。よし、任務完了だ。離脱する。ご苦労さん。So, Schmidt was meant to take footage of the missile to show the Führer.
何してんだ。そういやトラック1台も破壊してなかったなと思って。何回にあるのかよ。今回は特に見ないかな。トラックを破壊する任務もあるから、まあ練習がてら。燃料タンクを狙えば即に爆発するけど、グリルを狙うと爆発するまで間がある。その時の場所によって狙うところを変える。というのはやっぱり爆発に巻き込まれるとダメージ食らうからだ。なるほどね。したら今度こそ離脱する。ということでプレイ時間は1時間半で、83人の敵を倒しました。最も距離の長かった狙撃は414メーター。達成度は 88%。 思ったより低いな。チャレンジ要素こなしてないからね。なんだそりゃ。シナリオによっていろんなのがある。サブマシンガンだけで何人倒すとか、銃を使わないとか。なる。各種技能賞とスコープ倍率12倍がついて、一等兵一歩手前の二等兵になりました。そりゃまた微妙だな。次回第2シナリオ、ビタンテ村編。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。サンキューな。